青山あたるみには、ブルガリアヤンボル出身でカスガノベア所属の現役、大相撲力士。本名はダニエルイバノフ。身長191センチメートル、体重193キログラム。得意技は右四つよりとあるが、実際の取り口は月押し相撲である。最高位は東関分け。鉱物は、サラミスイカ。サラミは、 地元ブルガリアの母が手作りのものを日本まで送ってくれるという。好きな飲み物はワイン。趣味は映画鑑賞、釣り。いわゆる花の六一組の一人。デビュー当時の壁山レスリングを10年、アマチュア相撲を3年経験した後、古都欧州の紹介でブルガリア出身二人目の力士として各界入りを果たす。一度目に、 こと欧州に誘われた際は断ったが、再度の勧誘に備えて口実するように、力士体系を作った。増量して二度目の勧誘を受けた際は、人相も異なっていたイバノフを、こと欧州は別人と勘違いしていたという。師匠である14代タゴの裏に、山と川どちらが好きかと尋ねられ、本人が山と答えたため、壁山という仕込名に決まった。はじめは、 壁山聖人を名乗り、2009年7月場所で初土俵を踏み、翌9月場所では7000前勝で、序の口優勝を果たした。なお、青山渡る右に改めた後、2009年11月場所では7000前勝で、優勝決定戦へ進出し、優勝決定戦で、風、小野山を破って、序二段優勝を果たした。三段目昇進した2010年1月場所では、 5日目に北高に敗れて、デビュー戦からの連勝が16で止まったものの、残りの取り組みは勝利し、この場所でも6勝1敗という好成績を残した。幕下昇進した翌、3月場所では7戦全勝の成績を挙げて、幕下優勝を果たした。その後は幕下上位に在位し、2011年5月、議場審査場所において、 東幕下筆頭の位置で5勝2敗の好成績を上げて、翌7月場所に新十両へ昇進し、大相撲や王朝問題で多くの力士が引退した影響もあり、新十両ながら番付を西十両4枚目まで大きく上げた。翌9月場所では腰椎椎間板ヘルニアのため初日から休場したが、3日目から出場して、 最終的に10勝3敗2級という好成績を上げて、翌11月場所において新入幕を果たした。新入幕となった2011年11月場所では11日目に勝ち越しを決め、最終的には11勝4敗の好成績を上げて、初の3勝となる関東賞を受賞。初土俵から所要14場所での3勝受賞は小西木や武蔵丸らに並ぶ。 史上6位のスピード記録となった。2012年2月13日に師匠である14代、タゴの裏が急成して、タゴの裏部屋が閉鎖されたため、本人は同年3月場所前にカスガの部屋へと移籍した。転籍後の初稽古では引退したばかりの竹縄が、教育係を務めた。カスガの部屋へ移籍して、初めての場所となった同年、3月場所では8勝7敗と勝ち越し、 続く5月場所でも、自己最高位となる、西前頭6枚目の位置で11勝4敗と大きく、勝ち越した。東前頭2枚目まで番付けを上げた翌、7月場所では、横綱、大関陣との対戦が続いた7日目までは1勝6敗という成績だったものの、8日目以降は白星を重ねて、最終的には8勝7敗と勝ち越しを決めた。翌、 9月場所では、新三役となる、東小結へと昇進し、ブルガリア出身力士としては2005年3月場所、におけること欧州に続く二人目の、新三役となり、初土俵から所要18場所での、新三役昇進は、明け棒のと並ぶ史上7位のスピード記録となった。新三役昇進が決定した、際の会見では、前師匠のタゴの裏親方の遺影をもって、 会見に臨んだ。その9月場所では、初日から7連敗と不審で、4勝11敗という成績に終わった。翌、11月場所では8日目まで6勝2敗と、好調だったものの、8日目に勢いを破った際に、左膝の関節を捻挫してしまい、翌9日目から途中休場した。2013年5月場所は、 自己最高の 192kg を計測し、その影響から5小10敗の不振に甘んじた。この場所後、182から1 8 4キロくらいに、死体。ご飯はお茶碗の半分にして、野菜を多く食べていますと明かした。これには、古傷の左膝、腰の負担を軽減する狙いもある。同年、7月場所は、 上位陣が星を落としていく中で12日目までただ一人で2敗を守り、全勝の白鵬を追いかける展開となった。残り3日は上位との取り組みが組まれて3連敗し、最終的には10勝5敗と2桁勝利を挙げた。翌、9月場所は西前頭2枚目まで番付を戻し、その場所では6勝9敗と負け越したが、4日目の横綱、 春馬富士戦で自身初の金帽子を獲得した。座布団が乱舞する。この中で、青山は無意識に神に感謝を捧げるため右手の人差し指を天に向ける仕草を見せ、涙を流した。翌、11月場所では12日目に、大関、鶴竜を破って、勝ち越しを決めるなど好調で、最終的には10勝5敗の好成績を挙げた。 2014年1月場所は番付運に恵まれず、わずか2枚上昇の東前頭3枚目で迎えた。6勝9敗と負け越したが、大関、木瀬の里から初白星を挙げた。2014年2月9日の大相撲トーナメントでは、決勝戦で、こと欧州と、ブルガリア出身者対決を演じ、これを制して2010年の合栄道以来となる、トーナメント平幕優勝を達成した。 翌三月場所は九勝六敗と勝ち越し。東前頭筆頭だった翌五月場所は2大関を破り、二場所連続の勝ち越しを決め、翌七月場所では十一場所ぶりに小結びに復帰したが六勝九敗と、負け越し。東前頭三枚目に番付を落とした九月場所は、勢の里と豪栄堂の2大関を破って十勝五敗の、好成績で場所を終えた。これを受けて、 翌11月場所は新関脇に昇進。ブルガリアからの新関脇は2005年9月場所の後藤州以来二人目となった。この11月場所の西関脇は初土俵から6場所目にして新三役の地位を得た一の城であった。両者がこの場所3日目で対決した際には共に新関脇でありなおかつ2 0 0ラムに迫る巨漢であることから、 合計約4 0 0キログラムの重量対決として話題になり、一の城と共に場所を8勝7敗の勝ち越しで終えた。この場所では、横綱、春馬富士と大関、稀勢の里を破った。2015年は、大関昇進を目標としていたが、1月場所直前の連合で稽古ではインフルエンザが疑われるなど不調が伝えられていた。体重が理想より重い 190kg 台。 後半だった2015年1月場所は、左膝の状態が良くなかったためか、5勝10敗だった。しかし、横綱、春馬富士を2場所を連続で破った。翌、3月場所はあばらを痛めていた影響で振るわず5勝10敗の、不審に終わった。続く5月場所、7月場所を連続で勝ち越して、9月場所は、東前頭筆頭まで番付を戻したが、 この場所から4場所連続で7勝8敗と、千秋楽で休筋相撲を落とした。2016年5月場所も6勝9敗で終わり、5場所連続での負け越しとなった。翌、7月場所は、ダイエットが功を奏したのか1年ぶりとなる勝ち越しを決め、14日目の取り組み後には嬉しい。長かった。7勝8敗ばかりだと誰でも落ち込むよ、とコメントした。 東前頭5枚目まで番付を戻した9月場所は9勝6敗の勝ち越し。勝ち越しを確定させた13日目には下区部屋で5場所連続負け越しの後2場所連続勝ち越し。負け越しが続いていた時はずっと落ち込んでいた。気持ちが戻ったとコメントした。しかし11月場所は初日から5連敗を喫するなど大関以上からはこと正義しか白帽子を上げられず。 4勝11敗と大敗した。二桁の黒星は2015年3月場所以来となる。2017年1月場所は全頭7枚目の地位で臨んだ。序盤は黒星が先行したが終盤持ち直して8勝7敗と勝ち越した。場所後にはブルガリア人女性との結婚を公表した。2月19日東京都内のホテルで結婚披露宴を開催。青山は 新婦の白むく姿に、綺麗ですね。びっくりしました。皆さんが可愛いと言ってくれて嬉しいと顔をあからめた。新たな門出に気が引き締まったようで、相撲でも、金星を取らないとね。頑張るしかない。もっと自分に厳しくして、奥さんのため、部屋のためにも頑張りますと言葉に力を込めた。5歳年上の姉さん女房ということで、相撲界では、金星と言われた。 3月場所は、千秋楽に勝ち越しを決め、自身の結婚に花を添えた。5月場所は、西の3枚目に番付を戻したが、開幕から4連敗をするなど序盤に、負けが込み4勝11敗と、大幅に負け越した。7月場所は、ここ4年間で、最も番付の低い東の8枚目で場所を迎えた。序盤から、出足が良く、武器の突き押しに威力があり、開幕から7連勝で、 横綱の白鵬と並んで全勝をキープ。しかし8日目に大野城に敗れて連勝が止まると、11日目には西木木に敗れ2敗に交代。しかし同日にここまで全勝の白鵬も敗れたため、星の差一つで優勝戦線に踏みとどまった。13日目には物言いのつく微妙な判定ながら勝利を収め、先週楽では割替えで、 小結びの吉風と対戦し勝利。幕内自己最高の成績となる十三勝2敗とし、千秋楽に白鵬が敗れれば優勝決定戦というところまで持ち込んだが、白鵬が勝利し、叶わなかった。それでも他の上位陣が軒並み不審で星を落とす中、白鵬の独走を許さずに千秋楽まで場所を盛り上げる活躍を見せ、平成二十三年九州場所以来、二度目の 関東賞を獲得した。参賞受賞はこの時、以来34場所ぶりで、大樹山と並び5番目に長い受賞間隔となった。この場所は、自己最速となる9日目での勝ち越しとなった。八角理事長は、壁山がいなかったら、大変だったよとに横綱一大関が休場したこの、七月場所の立役者に感謝を表すコメントを残した。この場所の快進撃の背景には、 妻の応援があり、本人は毎日彼女に電話で励まされました。アドレナリンが上がると思いますが、自分の相撲を取れば大丈夫と師匠のようなことを言われましたよ。彼女の口から相撲のことが出るのは滅多にないので、びっくりしましたが、必死で応援してくれてるんだと思うと嬉しかったですね、と場所後の雑誌の記事で語っている。9月場所は三役から平幕に落ちる力士が、 こと正義区一人だけであり、さらに本来なら三役に上がってもおかしくない星の力士が平幕上位に留まったため、わずか5枚半上昇に留まる西前頭2枚目の地位となった。さらに不運にも場所前にもともと悪い膝を負傷。左膝骨座賞で約1ヶ月の治療期間を要する見込みとの診断書を提出して休場。その後8日目から出場。 復帰初戦でいきなり結びの一番を取ったが、黒星。その後は、膝の状態が本調子からは、ほど遠い状態ながら十日目に、関脇の御嶽海を破るなど3勝を挙げた。最終成績は3勝5敗7球場。なお、十二日目の輝き戦では、勝負がついた後、力を抜いた状態の明を、土俵下まで突き飛ばしたため、山品審判部副部長は、口頭で注意。 2017年11月場所も2日目の取り組みで足を負傷。本人はバキッと音がしたとコメントし、車椅子で退場になり、そのまま翌日から休場。詳しい診断症状は右足首捻挫、人体損傷のため約1ヶ月の治療とのこと。3日目の対戦相手回生は不戦勝。休場は通算で4度目となった。 場所中の復帰は絶望しされていたが、八日目から再出場して、大正丸に白星。しかしやはり足の状態は思わしくなく、そこからは六連敗をするなどで、合計三勝に止まり、翌場所で三十七場所連続在位を続けてきた幕内から陥落。二千十八年一月場所は西十両二枚目の地位で、土俵に上がり、十日目まで五勝五敗であったが十一日目から、 4連勝。先週楽は黒星であったが9勝6敗と、半年ぶりの勝ち越しを果たし、翌、3月場所に再入幕。幕尻となる、東前頭17枚目で迎えた3月場所は、序盤から好調で初日から4連勝を記録。5日目の妙義流戦では、土俵際の判定が微妙だったものの、物言いがつかずに破れる不運もあって連勝が止まったが、 そこからも調子を大きく崩さず、11日目に勝ち越しを決めた。しかし、残りを4連敗として、勝ち越しは一つに止まった。4月2日の春巡業中津川場所の朝稽古では、この日の歴史最多となる19番でやる気をアピールした。土地のが1月場所に幕内最高優勝を果たしたことと春日のが巡業部長に就任したことが発奮して、 稽古に励む要因となっている。9月場所前の相撲雑誌に幕内の申し合いがわずか26番というのはお粗末の一言だろうと嘆かれた7月30日の夏巡業大津場所では14番取るなど積極的な稽古を行い、この日の稽古では11連勝も確認されている。その他、連日ばっかにも20番ほど胸を出している。2019年3月場所は、 優勝争いに加わっていたが、13日目の吉風戦で送り出しで敗れて3敗目を喫して脱落。それでも、自己2位の幕内での場所成績となる12勝3敗の対象に終わった。先週楽の友風戦分かった方が、関東賞受賞となることが、取り組み前に決定していたが、勝利して自身3度目となる関東賞を受賞。 12月15日の冬巡業ウルマ場所では、2日連続となる幕内16人でのトーナメントを優勝するなど好調が伝えられた。無観客場所で行われた3月場所では12日目、終了時点で1敗の単独トップとなったが、13日目に高市の勝ちに敗れて2敗となり両横綱に並ばれると、14日目に白鵬との2敗対決に敗れて3敗に交代。 千秋楽結びの一番で、白鵬と各竜が12勝2敗同士で対決するため、優勝の可能性がなくなった。この場所は、千秋楽も敗れて11勝4敗に終わったが、体を活かした突き押し相撲が評価されて、技能賞を獲得。関東賞の候補にも上がったが、こちらは受賞を逃した。無観客場所であることから、表彰式は、幕内力士全員が参加し、優勝した。 白鵬だけではなく青山を含めた三勝を獲得した力士も表彰された。いずれも2021年1月場所終了現在。カッコ内は勝ち数、不数の中に占める不戦勝、不戦敗の数。太字は2021年1月場所終了現在、現役力士。2021年1月場所終了現在、ダニエル・イバノフに関するカテゴリー。ありがとうございます。